美味しい焼肉を世界に広めたい福ちゃんですと、焼肉大好き朝日です。ということで本日は六本木のこの名物黒毛和牛のはみ出るカルビを食べに六本木の双子にやってきました。イエーイ。すごい、まだ誰もいない貸し切りじゃないですか。レモンサワーがやたら惜しいだけど、これ本当だ、めっちゃある。僕はもう緑茶かウーロン茶でいいですよ。レモンサワーいただきます。はい、すいません、レモンサワーと緑茶をお願いします。ありがとうございます。じゃあ乾杯。みよみよ、メニューの案内お願いします。朝日さん、どれ気になるのはこれ何ですかね。オリジナル売り切れごめん。何やろこれ。おすすめってありますね。ホルモンじゃない？オリジナル、どういう意味やろ。あは、おすすめ、名物。これね。あ、でもご予約限定です。そうなの？知らんかった。これ、企画倒れですよ。早い。あ、なんかこれも美味しそうですね。カゴ盛りね、ホルモンかな、これは。ヤンニョンカルビ、これも美味しそう。ヤンニョンカルビ。ヤンニョンって何ですか？どういう意味なんやろ。何語なの？どうします？お腹減ってきた。もうお腹減ってます。お腹減ったんで注文を。注文をお願いします。朝日ちゃん、え、私がやるんですか。お腹減ったんで、やばい。注文をお願いいたします。すいません。え、もう決めたの？いつも呼んでから決めるんです。やばい。これ炙り刺しと、これホルモンですか？ホルモンです。でも油っていうなんか食感があるのがこれだけなんで、あとは食べれちゃう。双子盛り、はい。これ何ですか？これもホルモンです。細塩っていうコプチャンとか、コプチャン、簡単に言うと脂身、そうです、少女とか結構食感がある。あ、ヤンニョン、あれのいいものから頼むんですね。あとサラダをください。塩サラダ、はい、ポテサラもいいですか？うん、好きに頼め。塩タンとか大丈夫ですか？あ、はい。3種類、塩タン、ネギタン、味タンあります。最後何ですか？厚タンです。厚切りタン。厚いタン。いや、もう厚タンで。厚タンで、はい。あと大丈夫そうですか？はい、ありがとうございます。お願いします。さすが、まだまだです。見て、右側2番目、お肉のひったくり注意。幻のハラミとか、はみ出たいカルビとかあるよ、後ろ。はみ出たいカルビ、ハラミ、見てなかったです。半殺しキムチとか失礼します。前掛けと携帯形式、油が溶けるんで良かったです。すごい。手を失礼します。めっちゃ飛びそう。そうなんだ、だから荷物下に入れるんかな、油が飛ぶから。どうぞ。いただきます。下手くそです。沖縄弁でよろしく。ガッチーサーベラー。ガッチーサーベラー。うん、味わってますね。ごまだれが効いてて美味しいです。めちゃめちゃ標準語。ペッペーマーサンド。どういうこと？美味しいです。おお、美味しかった。塩サラダ、紅茶。うん、美味しい。プリンサワーじゃない。まっ、こうレタスと玉ねぎだけっていうシンプルな感じがいいね。失礼します。塩タンです。大めちゃくちゃいい匂いしてきたわ。めっちゃいい匂いします。こんな匂いする？なんでやろう。ごま油、なんやろう。めっちゃいい匂いします。めっちゃいい匂いする。なんだろう、隠し味。自家絞り。結構レアですけど大丈夫そうですか？あ、もう全然大丈夫です。もう
にレモンかかってるんで、そのまま食べます。はい、ありがとうございます。次のお肉焼いちゃって大丈夫ですか？はい、お願いします。すごい分厚っ。うん、めっちゃうまい。熱そう。熱くないですか？全然熱くない、ちょうどいい。ネギダレか、うん、柔らかいよ。塩コショウの味がちょうどいい。うーたーん、めっちゃうまいよこれ。柔らかくて美味しい。うーん、うまいし、美味しい。秒殺しちゃった。うますぎて。はい、失礼します。細塩です。やめられないもん。幻の辛味。幻ってどういう意味？焼肉屋さんだと普通の牛角とか焼肉屋さん、はい、牛のハラミ使ってると思うんですけど、双子では豚のハラミ使ってるって珍しいっていうとこから幻。なるほど、そうなんですね。このお肉がハツ、ハツなんですけど、お肉レアで焼いちゃって大丈夫ですか？もちろんです、はい、全部レアで OK です。はい、な、大好きです。タンうますぎてやばいんです。タンうまいよ、ね、めっちゃうまい。めっちゃうまいっすよ。焼いてくれるんだね。焼いてくれるスタイル素晴らしい。これなんだっけ、和牛の刺身みたいな。そのままっていきますよね。このまま食えるみたい。いただきます。冷えた、うまそう、うん、うん、あっさりしてる。先にミノです。おろしポン酢のタレがよく合うんですけど、入れちゃっていいですか？はい、お願いします。よく合えて。ミノ、一番目の胃を食べてください。いただきます。甘いめちゃめちゃ香ばしとるやん。うまー、めっちゃうまい。めっちゃうま。初お初プリプリ。なんでファイナルカットかなと思って。あー、アドビーだね。うん、イラストレーターとか、フォトショップ使うし。初対面の時と印象全然違うんやけど、あれがデフォルトと思ってたんやけど、あれが。あれやばいですもん。え？あの大騒ぎ女子がデフォルトやと思ってたんやけど、ちゃうん。あれがあるから、早めに。あ、なるほどね。もう二度とお先の失敗は犯さないと。犯してますけど、まあ、いや、犯してます。犯してるんかい。では、コプちゃんですか？うん、美味しそう、めっちゃ。たっぷりつけると美味しい。大根おろし入れて、うん、ホルモンだね。濃厚なホルモン、たたり、うん、さっぱりする。お味の濃いものばっか食べてると濃いってなるから、夏休みな感じでいいかも。そしてサバ、うん、おいしい。あご肉、あご肉、幻のハラミ。こっちはいつ使うの？タレモノ系です。タ
慣れ物、赤身の。そうですね。なるほど。塩物は全部。そうなんだ。なるほど。はみ出るカルビって予約しないとダメなんですか？そうなんだ。じゃあ次回。似てる、似てた辛味っていうお肉なら、辛味なんですけど、はい、網いっぱいに。おじゃあそれをください。はい、ありがとうございます。はみ出る辛味とはみ出たい辛味なんですか？はみ出るのがカルビでしょ、はみ出たいのがハラミ。はみ出るカルビとはみ出たいハラミ。人生初の顎に。うん、おお、噛み応えがあってジューシー。これはなんだ、わからん。幻のハラミ。お、豚のハラミね。おお、こういう感じなのか。脂身が少なくて食べやすい。顎美味しいですね。美味しい美味しい。何この音楽、渋いめっちゃ渋いめっちゃ濃いな、タレが。お、ヤンニョンカルビ。ヤンニョンって何なんですか？韓国語っていうの、辛いですか？甘辛タレです。結構この肉も噛み応えがあります。ヤンニョン気になる。え、それそのまま操作できんの？できます。なんで？あ、そういう袋？多分、回してくれるかな。すごいね。なに、ヤンニョン調べ中？調味料の総称だけど。あ、そうなの。総称なの。総称って書いてあります。調味料カルビってこと？確かに調味料だらけっぽいけどさ。合わせ調味料の総称。合わせ調味料ね。調味料たくさんの肉ということで楽しみにしよう。え、これすごいですね。これ持って帰ろう。防水。防水ちょっと狭いくね。防油かもしれない。これ特別な袋ですか？双子オリジナルで作ってるんで。そのまま操作できますね。上に色が入ってるんで、逆にすると見やすいです。そうですよね。なんでそっちで使ってたの？気づくやろ。雰囲気もいいですね、この感じ。パソコンの。うまそう、スーパーうまそうだ。そろそろですか？何？飲み込めない。飲み込めない。何食べたの？なんだろう。うまし。ポテサラもうまいぞ、これ。これはこのままってことですか？そうですね、結構ついてるんです。お姉さんは何が一番好きですか？ウルテっていう喉軟骨っていうお肉があるんですけど、それも一応ホルモンなんですけど、食感が好きな方はウルテ美味しいと思います。でも歯応えあるんで顎めっちゃ疲れます。あとはあのさっき頼んでいただいたはみ出たいハラミっていうのが好きですね。楽しみにしてます。一切れ半端分なんですけど、もちろん。はい、あ、俺いただきます。すごいちゃんと反抗感がされる。お先にヤンニョンカルビの味をご賞味ください。これはそのままです。そのまま調味料実施だから。あ、そっかそっか。どうもぐもぐしてはりますけど、韓国って感じ。韓国って感じ。ちょっと分かりづらいけど、それは辛いってことかな。甘辛ね。ちょっと僕いただきますよ。じゃあ2週間前韓国に行ってた僕が本当に韓国っぽいのかどうか試してみます。うん、韓国ですよね。
なんか香ばしい、なんだろう、なんか一味とか、あー待って、確かに確かに、を混ぜた感じ、韓国感わからん、わからん、わからないですか、ですか、普通に一味の味、韓国って味噌じゃん、プリプリカルビ、うん、甘っ、調味料まみれやけど最後はカルビらしい油が甘い、うん、しっかりカルビ、もう噛むとすごい油が美味しいよ、うまいうまいうまい、にゃー、さっぱりしますか、さっぱりしよう、味がめちゃめちゃ口の中がすごい濃い、足休めにこの牛刺しをいただきます、ニンニクが合うガーリックチップだ、えなんともグラスが開けております、お好きなものを飲んでください、レモンサワーの女、さすが、お、来た、お願いします、めっちゃ美味しい、あ、いい匂いしてきた、いい匂いだ、いい匂いがしてきました、肉がやタレを焼く匂いいいですよね、賢くなるんじゃない、なぜですか、え頭にあったらそういうこと考えてる、うまそうよこれ、次なる海外遠征のご予定は、タイに行きたい、おお、え、来てくださいタイに行きたいよ、お、あ、そっち方面に来る、まだ中が焼けてないんで、中に火を、肉を焼かれて何年なんですか、1年ぐらいで、もう焼肉屋2店目、あ、そうなんですね、その前にも焼肉屋もう1年ぐらい働いてて、好きなんです、そうなんですね、はい、切り方はどのぐらいがいいですか、細いのか厚いのか、厚いのぐらい、お願いします、強欲、お客様ご来店です、はい、皆さんです、元気だな、タイで待ってます、なんでタイ行くの、タイ行きます来月、嘘、うん、ホーチミン、ホーチミンはベトナムです私ハノイいるときめっちゃ焼肉行ってましたよ、ハノイってどこ、ベトナム、あ、めっちゃ安く食えるとこ、そうです、聞いたことあるかも、一人でめっちゃ焼肉屋さん行ってます、マジかよ、ちょっと呼んでくれよプライベートでもお肉食べますか、え、食べます、この間母親をこの店舗じゃないですけど他の双子に連れてきました、パン6人前とか2人、やばいや、やばやばいやばい、牛タンか、清流園とかどうですか、え、何ですか、日本一うまいと噂される清澄白川にある、牛タンです、え、牛タンなんですか、牛タンです、1年前2900円、なんか牛タンが、そう僕3時間並びましたね、はい、やばい、予約できるんですか、予約できます、こういう薄いんですか、薄いんです、綺麗じゃないですか、めっちゃ綺麗、これエコンタンとかにあるの牛ですか、牛です、牛、食べれる、いただきます、すごい、
さてさてさて、すごいすごい、めちゃめちゃ美味しそう。幻のはみ出たい腹。うん、甘い。なんかさっきのね、味が似てるけど、というか一緒じゃないか説。オッケー、似てない、脂身が少なめ版みたいな。うん、美味しいね。米をかき込みたいっすよ、もうわしゃーって箸が止まらへん。うん、タレの味がたまらんね、これ。濃い味の人は好きそう、めちゃめちゃ濃い。うん、ネギがいいね、アクセントになって。うん、うまい、うまい、うまいです。俺ばっか食べてる気がする。はみ出たい辛い。お酒に合いますね。お酒に合うんだ。濃いからめっちゃ、この湯気、立ち上る湯気がもうそそられる。濃い、めちゃめちゃ濃い、カリッカリに焼かれたハラミ。うん、最高、たまらん。開催特典みたいなのがあって、100回来店をするとブラック会員、なんとお誕生日月に1万円分のお食事券、抽選で双子の海外店舗へご招待ペアで、双子ポイント2倍優待券がすごい。100回来店するってとんでもないよね。焼肉屋に同じ店に5回双子祭りの優先予約、ファーストドリンク無料でサイズアップ、飲むヨーグルト無料でサイズアップ。飲むヨーグルトを焼肉屋に置いてあるんかい。ネーミングやばい、ハワイアン豚野郎。ちょっと味の濃いものばっか食べてたから味を変えたいよ。うん、うまい。食べないの、もらうよ、ラスト一つで。どうしようかな。口の中がすげえ濃厚、味の濃いものが続いているのでスープに行きたいと思いますが、スープはですね、名物主にの自家製ケールスープ、一口レーン、卵スープにテグタンスープ、わかめスープに野菜スープ。テグタンスープって何ですか。テグタンは鳥かな。ソが牛なので、デジが豚なの。消去法で韓国語だよ、ごめん。タラでした。タラ、タラ、朝日さんの強い要望によるテグタンスープ。いいんですか。780円にします。タラのスープみたいです。これにします。一回も使ってないんじゃないか。あ、これも濃いわ、濃いわ。このスープ、使ってないスープもすごい濃い。好きな人好きなんだろうな、これ。迷うんだろうな。テグタンスープ一つお願いします。一人で来るとき、一人の多いよ。毎日ですもんね。毎日ですから。焼肉一緒に行く人募集中。連絡先はここまで。月20件行ってるからね。やば、昼もですか。最近は行ってない、昼仕事多いから。テグタンスープ待ちを食っておられました。これ食べないの。どうぞどうぞ。怒れちゃうよ俺が。ダイエット中なの忘れてたわ。いや、ダイエット終わりました。え、朝日はあと5キロ痩せるから。熱いのでくっつけてください。こちらは食べちゃっていいです。美味しい、美味しい。同じ味がする。同じ味、さっきの。多分ちょっと似てる。肉と似てる。味付けが。色は一緒ね。色はね。ちょっと味落ちかもしれないんで、じゃあさん、お願いします。フライパンみたいです。じゃあ、テグタンスープいただきます。熱そう。辛っ。よく平気でいられるね。めっちゃ辛いよ。似てる？舌が痺れるよ、俺。そんなにですか。舌をめちゃめちゃ攻撃してくる。ネギがたっぷり。ニンニクと生姜とかが入ってるみたい。辛っ。汗かいてきた。熱くて辛くて。こんなに。うん。
寒い時に食べるともっと美味しくなりそう。あったまる。汗がすごい。発汗効果がすごい。めちゃめちゃ汗かいてきたかも。秘伝のタレって書いてあるわ。本場大阪、主に伝統の40年受け継がれた主にの味を忠実に再現。当店のルーツは焼肉の本場大阪にある一軒の個人経営の焼肉店から始まります。主に韓国系。主にってお母さんでしたっけ。そう、素朴でなぜかホッとするような温かい味だからホルモンが多いのか。大阪や鶴橋やから。地元でしたっけ。大阪は地元。鶴橋は地元ちゃう。めちゃめちゃ目に多いよねこれ。ただいま8時29分、まあ、3組ぐらいかな。いらないですか。忘れてた。全部飲み切っちゃったわ。はい、それでは皆さん、はい、お願いします。予約してたんや。よいしょ。すごいね、まみれるカルビをオーダーされてる方が。はみ出てる。食べた。お腹いっぱいです。お腹いっぱいよ。感謝、肉に感謝。帰った。めっちゃ汗かいてます。汗がすごいよもう。テグタンスープの発汗効果でびしょびしょよもう。お腹いっぱい。ヨーグルト。すごい、ヨーグルト。乾杯。思ったより濃い。美味しいです。好き、私は、ヨーグルトで締めるのもいいかもしれない。ということで、はみ出るカルビで有名な双子行ってきました。で、お目当てのはみ出るカルビは要予約ということだったんで今回行けなかったんですけど、またそれは次回チャレンジしたいと思います。味のご感想は、濃いめでめちゃくちゃ美味しかったです。何が濃いんですか。タレ、秘伝のタレ。主に秘伝のタレが濃くて美味しかったとのことです。今回は記憶がありますので確かです。ということで、この動画を見ていいねと思ってくれた人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた都内の焼肉屋行ってきます。